エアロトレインはマレーシアのクアラルンプール国際空港内にある自動案内機常式旅客輸送システムである。エアロトレインシステムは1998年に空港と同時に開業しメインターミナルビルとサテライトビル A を結んでいる。当システムと臨時運行バスが2つのターミナル間の旅客のための輸送手段となっている。 2010年11月1日から2011年3月15日の間は更新作業のため運休。この期間中はシャトルバスが運転された。エアロトレインのターミナルエアロトレインは完全に自動化され無人運転である。通常、2つの列車が2つの駅の間を定期的に往復している。スパニッシュソリューションに従って列車がプラットフォームに到達した時に 降りる乗客のために出口ドアは最初に開き、その後反対側の入り口ドアが開く。列車のトラックの一部が誘導路を横断するため地下を通っている。メインターミナルビルとサテライトターミナル A の間の乗車には約2.5分かかる。エアロトレインは同期ダブルシャトルモード、オフセット同期ダブルシャトルモード、非同期ダブルシャトルモード、シングルシャトルモード、オンコールモード、 テストトレインモード、そして最後にサービスモードからなる、いろいろな運行モードをサポートしている。エアロトレインには、中央制御システム、車両システム、駅自動列車運転システム、および配電システムの4つの主要なサブシステムがある。列車は、50Hz の参照 600V 電源で、時速 56km の運行速度を有している。列車の推進システムは、100機の DC 電動機で、 構成される。エアロトレインのメンテナンスは、毎日10時12時まで、及び0時5時までの時間に予定されている。メンテナンス期間中は、わずか一つの列車が運行のために走行しており、他の車両は、メンテナンス作業と安全性チェックを受けている。メンテナンス期間中に、2.5分ごとから5分ごとに、列車の減少が頻発する。鉄道車両は、アドトランツが製造している。 一編成につき3両となる3編成のイノビアアップム100列車からなり各車両の定員は249人である2011年3月15日にトレイン3として知られている保有車両に新しい列車が増備された増備分はトレイン1またはトレイン2がオーバーホールプログラムの予定であった時エアロトレインシステムの不足分をカバーするために製造された トレインに一呼び、トレイン2の両方が13年間使用されているように、オーバーホールプログラムが必要となる。ありがとうございます。